こんにちは、タツクリです。今回は折り紙でパグもしくはフレンチブルドッグの体を作っていきます。顔の作り方は前回紹介しているので、今回は体の作り方を説明していきます。顔と体を組み合わせるととても可愛いので、ぜひ一緒に作ってみてください。これは少し小さいサイズの12センチの折り紙で作りました。これは別の動画で紹介している雪の積もった家を違う色で作った犬小屋です。一緒に飾ると可愛いので、こちらもぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず色の面を上にして、上下と左右に角がくるように置きます。下の角を上の角に合わせて折ります。左右の角を合わせて折り筋をつけます。左右の端を折り筋に合わせて折ります。中心の切れ目を左右の端に合わせて折ります。裏返します。右の段になっている角から上に1センチくらいの位置から右端を左の段に合わせて折ります。斜めの折り筋で折ります。今折ったところを裏側へ差し込みます。下の左右の角を内側の角に合わせて折ります。角を少し隙間に挟んで折ると浮き上がってこなくなるので試してみてください。左右の下の角を少しだけ折ります。
これで体の完成です。裏返してペンで模様を描きます。別の動画を見て作ったパグの顔をのりかテープで貼ります。これでパグの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。